お前を迎えに来た。私の気配を察するとは、抜け人といえどやはりあなたの忍びですね。私は伊賀の忍びです。そう警戒しないでください。私の名は服部半蔵、あなたの味方です。もちろんあなたの態度次第ですが、念のため言っておきますが、隠れ里の場所も分かっています。理解していただけたようですね。
り去ってしまうのはあまりに惜しいと思っているだけですよ。桶狭間での織田軍の劇的な勝利、それを導いた信長の切り札の存在が戦場で噂になり始めています。影に生きる者は、それがあなた方親子が作る。存在を知られればどんな武将もこぞって欲しがるでしょう。作る人たちにはこの乱世を意のままに動かす力も秘めている。伊賀の追っ手の影に怯えて暮らす生活はもう嫌でしょう。あっちに従いなさい。私ならばその力の使い方を教えて差し上げられます。あなたが私に従うと約束するのなら、あなたの命も三葉一族の安寧も約束して差し上げます。これは面白いこと。あなたはまさか永遠に信長の切り札でいられるとでも思っているのですか？織田信長が三葉一族を見捨てないという保証などどこにもあります。そもそもあなたは信長がどういう人物か本当に知っていますか？三葉が使えると決めただけのあるし、それなら伊賀にいた頃とは何が違うんでしょう。信長があなたの信頼に足る人物かどうか、あなた自身が見定めなさい。グスシの格好、キヨスは初めてなのでしょう。よろしければ案内して差し上げますね。ああ、一つ言っておきますが、あなたごときに隙を見せるほど私は落ちぶれてはいませんから。あなたはバカではないようですから、ご自分の立場はよく分かっているとは思いますが、では清洲城へ参りましょう。これはこれは、奥州の伊達様にこんなところでお会いするとは思っていませんでした。ああ、服部殿ではないか。徳川殿のお抱えくすしが
このようなところで何を。新米のクスシをここまで迎えに来たところなんです。新米のクスシ、お前は。伊達様こそこのようなところまで。実は腕利きのクスシがいると聞いてここまで来たのだが、どうも入れ違ってしまったようだな。それはそれは、どうしてもすぐに必要で。そうだ、服部殿、共に奥州に来てはくれないだろうか。私が奥州にですか。ああ、だが内密のことだからお前一人で来てほしい。無茶な頼みかもしれないが、どうか引き受けてはくれないか。わかりました、伊達様のお望みの通りに。あなたのことはまた迎えに行きます。では参り。ああ、すまない。お前も悪いな。三つ葉が使えると決めただけのあるし、それなら伊賀にいた頃と何が違うんでしょう。信長があなたの信頼に足る人物かどうか、あなた自身に見せてください。Thank you.
分かってる。出てこいよ。この里の住人か？なんだ、俺を知ってるのか？伊賀の抜け人が信長と通じているというのは本当だったか。ここが隠れ里。そうだろう。信長に伝えるのはやめて、武田に来い。わざわざ迎えに来たのか。悪かった。親方が信長って男を随分気にかけてたから。どんな奴か見ておこう。まあ、うつけだと言われてるが、あれは違う。そういうふりをしているだけだろう。
花様の目、俺と共に来い。命令は絶対だ。